はい、どうも山古夫です。今回は前回に続きアウトレット編になります。今回ご紹介するアウトレットはこちら佐野プレミアムアウトレットさんになります。今回ご紹介するこちら佐野プレミアムアウトレットさん、栃木県佐野市にあるアウトレットになります。東京からですとだいたい車で1時間40分新宿のバスタから直行便が出ておりまして、1時間半の所要時間となっております。私こちらの佐野のアウトレット結構好きで来るのですが、平日は非常に空いていまして、続いてお買い物できるので非常におすすめのアウトレットになっております。お買い得の商品リサーチと自分の欲しいものをゲットしていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、まず1店舗目はロンハーマンさん見ていきたいと思います。もうアウトレット来たら必ずロンハーマンさん、どのアウトレットでも行ってますけど、やはり非常にクオリティの高いインポートがたくさん取り揃えてられてるので必ず行くようにしております。それでは行っていきたいと思います。はい、ロンハーマンさん確認してまいりました。だいたい商品は 30% オフになってましたね。やはりセレクト充実してましたね。かなり見応えがありました。ロンハーマンさんオリジナルの商品はもちろんですが、アーペーセー、マルジェラ、 OAMC、 ジュンヤ×カーハートのコラボレーションの商品なんかもたくさんありましたね。やはりね、ポートのものがアウトレットでたくさん品揃えもよく見れるっていうのは非常にいいですよね。やっぱロンハーマンさんはアウトレットで欠かせないお店だと思いました。それでは次行っていきたいと思います。はい、次は高島屋さん見ていきたいと思います。もう有名百貨店でございますが、こちらね非常にセレクト品もねたくさん取り揃えていて、カジュアルからビジネスまで使えるインポートがたくさん取り揃えているので、ちょっと確認していきたいと思います。はい、確認してまいりました。佐野の高島屋さんはすごいですね。めちゃくちゃ品揃い良かったです。マルジェラ、ケンゾー、マルニ、クロエ、 MM6、 タトラス、アレキサンダー1、 MSGM なんかが置いてましたね。あとドレスの商品だとラルディーニ、ベルベスと PT なんかが置いてありましたね。いや、これすごいですよね。アウトレットだとちょっとキワい商品も多いかなと思うんですけど、スタンダードな使いやすいものとかもたくさん置いてましたし、あと小物だとジェームデビッドソンなんかも置いてあって非常にいい取り揃えでしたね。だいたい 30% から 50% オフに商品になっておりました。めちゃくちゃ見応えがありました。非常に満足しました。次行っていきたいと思います。はい、次はブリーフィング見ていきたいと思います。もうブリーフィングはね日本のバックブランドですが、アメリカ軍が使用しているバリスティックナイロンを使用した質実剛健な作りが売りのバックブランドですね。最近はねゴルフウェアも人気なので、そちらなんかも見ていきたいと思います。それではちょっと見ていきたいと思います。はい、確認してまいりました。こちらのアウトレットで定番品が非常にお安くなっておりました。バッグでいうとバリスティックナイロン使った B4 ライナー、こちらがグレーと黒ネイビーがありまして、すべて 20% オフになってましたね。これはめちゃくちゃいいですよね。あとはコーデュラナイロン使ったバッグ、小物なんかもすべて 20% オフとなっておりました。あとは今人気のゴルフウェア、こちらの商品はすべて 10% オフになっておりました。私ゴルフやらないんであれですけどね、このブリーフィング使ってゴルフ揃えたらかっこいいっすよね。じゃあ次行っていきたいと思います。はい、次はニューバランス見ていきたいと思います。私ね靴ニューバランス大好きなんですよ。アウトレットでね珍しいやつだったりとかお買い得になったらちょっと見ていきたいなと思います。それでは見ていきたいと思います。はい、ニューバランスさん確認してまいりました。いや非常にね充実した内容でしたね。ウェアなんかもかなり売っていて、トレーニングウェアなんかも非常にファッショナブルでおしゃれでしたね。シューズの方はレディースですと今大変人気になっている MS327、 こちらのモデルが通常1万3000円のものが1万円になっておりました。あとメンズですと M911、 こちらのモデルが通常3万800円のところが2万3000円になっておりました。こちらも非常にアウトレット価格で非常にお買い得ですよね。気に入ったカラーだったりサイズがあれば非常におすすめだと思います。では次行ってまいります。はい、続いてはグッチ見ていきたいと思います。こちらのグッチ非常に大きいのでかなり商品量あると思うんですけど、ここ近年ねグッチはウェアがすごい人気なブランドになっているので、ウェアでしたりとかバッグ見ていきたいと思います。それでは行ってきます。は
はい、確認してまいりました。非常にね、商品量が多くて見応えがありましたね。ウェアはだいたい 50% オフになっておりました。でバッグは結構ディズニーコラボの商品のものがたくさんアウトレットに出てましたね。だいたい 40% オフになっておりました。お好きな方はいいのかなと思います。次確認していきたいと思います。はい、次はジミーチュー見ていきたいと思います。女性はね、もうシューズ憧れのブランドですよね。結構メンズでもバッグとか持ってる方もいらっしゃいますかね。ちょっと確認していきたいと思います。はい、ジミチュ確認してまいりました。非常にお買い得なまとめ買いセールやっていて、セール価格から 10% になる、2点だと 20%、 3点だと 25% になるってことで、非常にお買い得ですよね。なかなかね、セール価格からさらにお安くなるというのはめちゃくちゃお得だと思うんで、好きな方は非常におすすめだと思いました。それでは次行っていきたいと思います。じゃあ最後、ボッテガベネタ見ていきたいと思います。近年ね、非常に人気がまた上がってきてるブランドだと思います。バブルブーツだったりとか、あと iPhone ケースなんかも皆さん履いてたり持ってたりしますよね。品切れのお店も多いところだと思います。そういったブランドのアウトレットはどういった商品が置いてあるのか確認していきたいと思います。はい、確認してまいりました。結論から言うと、人気の商品は全くありません。まあ定番のバッグだったり、アウトレットでよく見かけるお財布なんかが豊富にありましたね。だいたい 40% オフになっている形となります。ウェアは全く売ってませんでした。お財布だったりデザインのバッグだったりが欲しい方は非常におすすめだと思います。はい、購入品紹介していきたいと思います。今回買ったのはブリーフィングになります。初ブリーフィングになります。それで何買ったかっていうと、こちらパソコンケース13インチ用になります。私今までパソコンケースって入れてなかったんですが、こういった YouTube 活動を通して非常にパソコン持ち歩く機会多くなりまして、今回アウトレットでいいものを見つけたので購入させていただきました。まずこちら定価が8000円なんですが、こちら 20% オフになっていて6400円となっておりました。で加えて中のクッションとかもしっかりしてますし、マックもぴったりと入るのでめちゃくちゃいいです。非常に大満足のお買い物ができました。ケースと一緒にパソコン持ち歩いて活用していきたいと思います。はい、佐野プレミアムアウトレット満喫してまいりました。他のアウトレットと比べると小規模ではありますが、非常に見応えのあるショップがたくさん入っていて、大満足のアウトレットでございました。また佐野っていうところなので、またね、佐野ラーメンだったり佐野薬よけ大師とかもあるので、そういったついでに来るっていうところもいいのかなと思いました。購入品紹介でも紹介しましたブリーフィング、いいものが買えたので大満足の旅となりました。大満足でした。ありがとうございました。今回の動画を見て、また紹介しないアウトレット紹介してよですとか、またグルメ系の動画もしっかりと上げてよと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ぜひ動画のご感想コメントでいただけたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。終わり。